はい、こんばんは、劇団スカッシュです。今日はですね、キュベレ100式と来ましたので、もうこれですね、ジオ。さあ、ついにジオの登場です。ご存知、パプティマスシロッコ様のモビルスーツ。天才パプティマスシロッコが自ら設計、そしてハンドメイドで作り上げたと言われているこのモビルスーツ。これ、このすごくこう重そうな機体なんですけれども、ものすごい速いんです。重装甲、高機動。まあ、僕その当時ジオって正直あんまり好きじゃなかったです。というのは、これ見た目そんなにかっこいいと思ってなかった。ただまあ一度作ってみたいとは思ってたんで、結構そのでっかいモビルスーツなんで、あの部品が結構多いです。出来上がりはこんな感じで、作業工程はこんな感じ。あ、そんなにいっぱいないですね。はい、では早速ジオ作ってみようと思います。帰りの男が作ったモビルスーツジオ完成でーす。これはね、最初そのあんまり好きじゃなかったって言ったんですけども、もうあの撤回します。これはみんなどう思いますか？かっこいいと思いますか？作ってる途中から、あ、これはいいなと。足からね、作り出したんですけど、この足のギミックがね、独特のこの足、何これ、足、やっぱ戦車とかそういったもの、重火器を思わせるフォルム、すごくいいですよ。そう、人気の秘密が作ってみて分かった気がする。このね、横から見た感じ、うん、面構えもね結構いいですよね。で、この重量感、はい、キュベレーがこれぐらい、ジオがこれぐらい、ほら同じスケールですよ。同じスケールなんですけど、で、一番でっかいんですけど、多分この3機の中で一番機動力があると思います。そりゃね、こんなのに乗ってたらね、そりゃカトンボって言いますよ。もちろんカトンボと。これよくデザインしましたね。ロボットっつったらやっぱこういう感じじゃないですか。ロボットアニメのロボット、全然違う。さあ、で、この HG モデル、ジオの特徴であるですね、隠し腕っていうのがあるんですよ、ジオには。ここからギュンとこういう感じでマニピュレーター、腕が出てくると。この腰にビームサーベルのマウントがあるんですけど、ここからまあビームサーベルを抜いて、まあ、こういう感じになるわけですよね。不用意に近づいた相手を隠し腕でぶった切ることができると。こんな姑息なあの機能まで備えてるんです。このね、隠し腕っていうのは気持ち悪いですけどね。こんなところから腕がバッと出てくるっていう、うん、いいっすね。ジオいいですね。この横から見た感じがいいですね。なんか正式にはパプテマスシロッコらしいですね。でもパプティマス様って呼ばれてませんでしたっけ？パプティマスじゃないんですか？パプテマスなんですか？あー、いいですね。これはいいですね。まあ、これはもうゼータガンダム揃えないとあれかな。はい、ということで今日は天才パプティマスシロッコこのモビルスーツジオでした。あー、このアングルかな。あー、これはいいですね。あー、これはいい。あー、これはいいね。